んにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、ソニーの α-NEX5T パワーズームレンズキットを紹介します。はい、私はもともとですね、カメラは今このまさに YouTube を撮ってるキャノンの EOS70D を、メインにね使ってはいるんですが、今回子供が生まれるということで、ちょっと 70D はね、私は気軽に撮る分にはちょっと両手で持たないといけなくて、ちょっと重いかなっていうところがあるので、今回こちらの小型のソニーのミラーレス一眼を購入しました。こちらがねその本体なんですが、片手で操作できちゃう、片手で持てちゃう、本当私手はね小さい方なんですが、全然 OK ですね。重さも 250g ぐらいで、ものすごく軽いです。これだったらですね、本当家の中で日常的にねいろいろ写真を撮ったりだとか、あと外に持っていくのもカバンにねポンと入れられる大きさなので、はい、これを選びました。電源もねここで簡単にカチッと、おお、そしてここを撮ります。ズームレンズつけてもこの本体のこの薄さ、こちらのモニター、もちろんタッチパネルで全て操作できちゃいます。ピントを合わせるのもそうだし、いろいろ設定をね変えるのもこちらのね、モニター、なんとこのように180度回転させることができます。この小ささ、この薄さで、なので、ね、もし記念写真とかね撮りたいっていう時に頼める人がいなかったら、こういう感じでね、この見ながら自分でカシャッと撮ることができますし、しかもねセルフタイマーもねすごい見やすいので、かなりいい感じで撮れちゃいます。フラッシュはちょっと内蔵はねされてないんですが、このセットでこちらなんと入っております。無料でパシャッとちゃんと光ってくれます。これなら夜間のね外での撮影も、夜間モードとかもちろんありますが、明るくね綺麗に撮れちゃいます。はい、じゃあ早速こちらのカメラを使っていろいろ写真や動画を外に撮りに行ってみたいと思います。走っていった車両がこの私の iPhone について、この下3つ3300の、この色ですね、この塗装、そしてなんとトップナンバー、さらには試運転ということでね、ちょっと今日今偶然本当にたまたま隣のホームに来てたので撮っちゃいました。ラッキーだった。
けど、でも全然この屋外のこの明るさでもね、ものすごい液晶は見やすいので、外でもこちら大活躍すると思います。まあ、本当にね、室内でも外でもこれだけコンパクト手軽で、しかも画質も全然そんな劣るわけではなく、動画もね撮れちゃうので、ぜひぜひ、まあ、本当お子さんねいる方とかにおすすめのカメラだと思います。私もこれからいっぱい撮っていきたいと思うのでね、もし気になった方いたらチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、ソニー α-NEX5